岩崎翔は、千葉県船橋出身の福岡ソフトバンクホークスに所属するプロ野球選手。木の字は、常用漢字ではないため、報道機関によっては、岩崎とも表記される。高根賞を2年の時、ホワイトビーストロングで、投手兼遊撃士として野球を始める5年生で宮本ビーバーズに、そして6年生で、渡辺スパローズに所属した。 高値中一年からは当主に専念。私立船橋高校では一年秋から、ベンチ入りし、山崎正隆との二枚看板で活躍。高校三年夏の千葉県予選、準々決勝かヶが戦では7回コールドの参考記録ながら、無安打無失点。現スポーツ放置記者の小島和幸とバッテリーを組甲子園に出場するが、初戦敗退に終わった。 2007年の高校生ドラフトで福岡ソフトバンクホークスと中日ドラゴンズが外れ1位で競合しソフトバンクが交渉権獲得契約金70円年俸700万円で仮契約し入団した背番号は412008年7月23日に一軍に昇格すると同日の対オリックスバファローズ戦でプロ入ル初登板初先発を果たし 国母勇気の二塁打で先制点をもらったが3回に捕まり3失点し降板となった。なお、打線の奮起により負けはつかなかった。7月25日に軍降格となり、同年の一軍登板はこの1試合に止まった。二軍では12試合で防御率1.93、先発9試合で5勝2敗という成績を残し、ウエスタンリーグ優勝に貢献して、 オフに優秀選手賞を受賞した。10月4日に、長崎県営野球場で行われた、ファーム、日本選手権では東京ヤクルトスワローズを相手に9回を、5安第1失点に抑える関東勝利を挙げ、同上投手となり、同選手権の最優秀選手賞を獲得した。高卒ルーキーでは1998年のいがら両体以来2人目となる受賞だった。2009年、 9月30日に昇格し、同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、先発し4回1、三で5失点で、敗戦投手、10月1日に2軍降格となり、シーズンを終えた、ビジターユニフォーム姿の岩崎2010年、3月30日に、1軍登録されると、3月31日の対埼玉西部ライオンズ戦で7回4点ビハインドから、プロ入り初の中継ぎ投手として、 登板を果たし、7回は三者凡退に抑えたが、8回に、先頭、石井義人のライト前ヒットを、田村一氏が取り損ねて、エラーで二塁へ進塁させると、浅村坂へとの二塁打、栗山匠の安打で点差を広げてしまい、4月2日に、二軍降格となった。5月3日の対オリックス戦で先発し、5回1点リードで、降板したが、カットを啓介が6回に同点に追いつかれた。 最終的に1軍で5度先発したが0勝3敗と振るわなかった。2軍では防御率3.27、81奪三振と力を見せた。シーズンオフには大場翔太と共にプエルトリコのウィンターリーグへ派遣され、10月27日から12月21日までの期間に10試合登板して53回に3を投げ、リーグ最多勝ちとなる8勝1敗。 防御率3.19、ホイップ1.23だった。リーグ第4週には ESPN で一方テイスの選出する週刊 MVP を受賞し、レギュラーシーズン終了後には2001年のイラブ、秀デ以来日本人史上二人目となる最優秀、投手賞と右投手ベストナインを受賞した。2011年は開幕ローテーション6枚目に抜擢され4月17日対西部戦で先発し、 5回まで1失点と、高頭6回に、先頭の中村豪也に、リフトにソロホームランを打たれ、2、1、三塁としたところで4点リードで降板すると、後続が徐々に追いつかれ9回1点リードで、マハラ・タが、佐藤雄介に、同点のソロホームランを浴びまたも初白帽子とは、ならなかった。翌日4月18日に2軍へ降格され、5月5日に、 再び一軍に戻り大楽天戦で先発し7回を3失点。翌週本拠地福岡ヤフージャパンドームで行われた5月13日の対西部戦に再び先発し、6回を2失点に抑えて、苦節4年目で悲願のプロイル初勝利となった。5月23日セパ交流戦、対ヤクルト戦では5回コ,ウコールドながら無失点でプロ初完投を挙げた。 7月28日の大楽天戦で先発し、9回をヒアンダ、被安打8よし9に脱三振0で、初完封勝利を挙げた。なお、脱三振0での完封勝利は、1995年7月4日の、キップグロス以来、16年ぶりであり、日本人では1956年5月3日の、大脇テルオ以来、55年ぶりである。 チームが連覇を決めた10月1日の対西部戦では7回を3安打無失点に抑え、6回に福田のセンター前タイムリー、赤石武のタイムリースリーベースで勝ち越すと、後を継いだブライアン・ファルケンボーグ、マハラ・タカヒロが完封リレーで守り勝利投手になった。CS ファイナルステージはベンチ入りできず、日本シリーズでは第1戦から第5戦までベンチ入りしたものの当番機会はなかった。 11月25日から台湾で開催されたアジアシリーズでは11月27日に東園国際野球場にて行われた対パースヒート戦で先発し2回を2アンダム失点に抑えたものの決勝での登板を予定していたセッツタダしが肩の張りを訴えたため代役に抜擢され31球で降板した11月29日に迎えた大中インターコンチネンタル野球場での サムスンライオンズとの決勝戦に中1日で先発4回1、3で5失点で敗戦投手となった。2012年はオープン戦で絶好調で3試合に登板して13イニングを無失点。3月31日の開幕第2戦の先発に抜擢されると7試合連続でクオリティスタートを達成した。右肩手術のマハラ・タカヒロの代理で守護神となっていた。 ブライアン・ファルケン・ボーグが5月18日に強い、右肩の張りを訴えて抹消されなか次の再編が行われたが、岡島秀樹、森福雅彦へとつなぐリリーフが定まらず、6月3日まで3勝6敗と、勝ち運に恵まれず先発で3連続ノックアウト、されていた岩崎に、白羽の矢が立った。6月10日のセパ交流戦、対半身隊が戦7回2点リードから、すると、 6者連続の凡退で2回無失点に抑え、プロ入り初ホールドを記録。6月13日のセパ交流戦、対中日ドラゴンズ戦も8回1点リードから3者凡退に抑え連続ホールドとなった。交流戦が終了すると6月26日に再び先発に戻され、4試合先発するが1勝2敗と、負け越し再びリリーフ転向。8月10日から2度先発するもに連敗。 9月18日の対西部戦4四球と不安定な先発にホアサヒに代わり4回2点リードから登板し3イニングを無失点に抑えてプロイル初の救援勝利を手にした先発と中継ぎで登板しチーム4位となる120回13を投げシーズンを終えた自己最多となる先発での16登板を果たしたが4勝10敗で防御率3.88 中継では13試合に登板し1勝0敗3、ホールドで防御率0.36だった。クライマックスシリーズファーストステージは10月14日、第2戦に8回8点ビハインドから登板して1回無失点。10月15日第3戦は6回1点リードから登板、2回を無失点に抑えてホールドを記録し、ファイナルステージ進出に貢献した。 クライマックスシリーズ三登板で六回一三を投げ三安打一失点、防御率一1.42だった。二千十三年、千賀広大と、背番号を交換する形で、和田武氏が着用していた二十一に変更、開幕を一軍で迎え、七回を任される、セットアッパーとして起用された。三月二十九日の開幕戦で七回一点リードから、登板して三者連続三振で一ホールドめを、 記録すると、4月19日まで11試合連続、無失点と好騰。5月3日、対西武戦9回1点リードで、クローザーとして初起用されたが、同点タイムリーヒットを打たれて、初の西武失敗となった。続く10回は走者を出しながらも、同点のまま踏ん張り、チームは延長11回に、長谷川優成のサヨナラだで勝利した。 先発が早いイニングに降板してしまう試合が多かったチーム事情から4月途中から8回を任されていたが右肘痛を発症し5月4日に1軍登録抹消5月29日東京ドームで行われたセパ交流戦対読売ジャイアンツ戦では9回1点リードから登板し三者凡退に抑えてプロ入り初セーブも記録した6月5日に2セーブ目を挙げたものの 6月8日の対中日戦で同点タイムリーによりセーブ失敗し勝ちパターンから外された6月9日から6試合連続無失点を記録したものの6月26日に救援失敗続く7月1日も3失点を喫し先発投手陣が不調だったことから7月10日から8月11日まで5試合連続で再び先発起用されたが0勝4敗で 防御率6.85と振るわなかった。8月13日から再び中継ぎに戻ると、3試合連続で、自責点を記録し、9月7日は1アウトも取れずに、降板。シーズンオフには、ドミニカ共和国のウィンターリーグへ派遣され、10月30日から12月12日までの、期間に7試合先発登板して33回に、3を投げ、2勝1敗、防御率3.74。 ホイップ1.07だった。2014年5月15日に一軍昇格すると、同日の QVC マリンフィールドで行われた、対ロッテ戦で先発、8回7安内致失点と高騰し、高校時代から一度も勝ったことのなかった、ライバルから川優ゆ己と対戦して初勝利を挙げる。これは、故郷の千葉県での初勝利にもなった。8月の28日まで9試合先発し、4勝1敗。 防御率3.83だったが、柳瀬昭弘の右肘炎症による抹消や森福、正彦、勤務 A の不調とも重なり、チーム事情から9月2日以降は、僅差で当板する中継ぎへと配置転換された。10月4日のファーム選手権で6回1点リードで、当板して三者凡退に抑えたが、続く7回戦闘、青松隆碇のサードゴロを、亀沢京平が、ファンブルエラーし、 西一二塁としたところで、加藤翔平に同点タイムリーを打たれて、救援失敗しチームは、敗戦2014年度ファーム、日本選手権試合結果 NPB.jp 日本野球機構。CS ファイナルステージでは、10月16日、10月19日に登板。日本シリーズでは10月25日に登板し、いずれもビハインドからの中継ぎだったが3試合、無失点だった。 2015年6月25日に一軍昇格し、同日の大西部戦で今季初先発を迎えるが、3回4失点と打ち込まれ、6月28日に1軍出場選手登録を抹消される。ようやくシーズン終盤の9月2日に1軍再昇格し、同日の大西部戦で6回から登板し、1イニングを投げホールドを上げる。九月六日の対楽天戦においては、 延長12回表に中継ぎ登板し、チームのサヨナラ勝ちで今季初勝利を果たすが、今シーズンはわずか8試合の1、軍公式戦登板にとどまった。10月3日、ファーム日本一で2度目 MVP に輝く。11月14日、和田武氏の復帰に伴い、17に背番号を変更した。2016年5月8日に一軍昇格し、先発、主に、 リリーフとして35試合に登板、87回に3の投球回で4勝2敗9ホールド1セーブ、防御率1.95の成績を収める。7月7日に京セラドーム大阪で行われた、対オリックス戦において、2011年7月28日以来、5年ぶりに完封勝利した、10月13日に行われた、 クライマックスシリーズファイナルステージ第2戦において7回にアウト満塁のピンチに登板し、後続を抑え、クライマックスシリーズでの初勝利を飾る。2017年は、クローザーデニス・サファテを中心に、森優とリバン・モイネロ、カヤマ・シンヤラと共に、中継投手陣の一角を担い、1年を通して、セットアッパーとして8回を任され、リーグ最多となる72試合に登板し、 6勝3敗、40ホールド、46ホールドポイント、にセーブを記録。72試合当番は、2010年のセッツただしの71試合当番を、46ホールドポイントは、2014年の井原らし太の45ホールドポイントを超える、球団新記録を受立。最優秀中継投手を受賞し、岩崎を含む中継ぎ投手陣は、 6回までにリードした展開では76勝3敗、勝率962という驚異的な数字を残し、チームの2年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。ポストシーズンは楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージにおいて、第1戦から第3戦までの3連投と、第5戦の当番でいずれも無失点の高騰を見せ、横浜 DNA ベイスターズとの 日本シリーズにおいては、第3戦、第5戦、第6戦に登板、いずれも1イニングを無失点の好投で、チームの2年ぶりの日本一奪還に貢献する、シーズンオフの12月23日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で、契約公開交渉に臨み、6、800万円アップの年俸1億3、0円で、サインした。2018年、開幕直後に、 右肘の違和感を訴え4月9日に出場選手登録を抹消され4月12日に右肘い教師科滑膜切除術関節形成術を受けた9月24日の二軍戦で実戦復帰したものの10月25日に再手術を受けたこの年は2試合の当番に終わり3500万円ダウンの連邦級、5 0 0万円で契約を公開した二千十九年 前年に受けた右肘のリハビリもあり7月7日20ヶ月ぶりとなる実戦登板を果たすが、この年も一軍での登板は2試合に終わった。シーズンオフに宮崎県出身の一般女性と結婚したことを公表した。スリークオーターからリリーフ時には平均急速時速 146km、最速時速 156km を記録した。速球とスライダー、フォークを軸とし、 スローカーブやチェンジアップも混ぜる。もともとはオーバースローであったが、高校入学後再度スローに転校。高校3年春にスリークォーターに再転校すると、急速が伸び、甲子園では最速時速 150km を記録した。その他記録、ありがとうございます。